まあ、がっしり感と重さ感が、まあ、正直ちょっと重いなっていう感じは出ますけどね。ただフロントヘビー感というまではいかないですね。 1.3 リッターミラーサイクルがすごい軽い感じがするんでね。CVT 空回り感がないのはいいですね。音も 1.5 リッターにしては静かです。1.3 の静けさを知ってしまうとちょっとね。あと音の周波数帯かな、このエンジン音のこのちょっとしたから、うん、なんて言うんだろう、ある周波数帯の音がちょっとだけ残りますけどね。 1.3 リッターの出来がすごくいいので、まあその辺はマフラーのこもり音もないですからね。こちら 1.5、まあスポーティーかなっていうイメージの中での音のチューニングだと思いますけどね。マツダはですね、マツダは、ロードスターはじめ音のチューニングですね。吸気音、特に吸気音ですね。排気音はね、いくらでもマフラー、いわゆる太鼓と言われるサイレンサーの中をいじることでいくらでも簡単に音の加工っていうのはできますが、マツダはですね、この吸気ですね、インテーク側の音のチューニング、ロードスターグラム戦略で有名なロードスターを含めですね、非常にその音チューンをしてるんでね、気持ちよく乗れる音というのをね、まあそういう意味では非常に 1.5 リッターまあニュートラルかなって気しますね。これはこれでニュートラル感がありますね。まあ4500から5000、もうちょっと静かと振動がもっとなくなるともっといいかなっていうのはちょっとリクエストかな。 1.3 の音と振動が非常に静かでいいので、ただ現段階でも全然他名と比べて、他名というのは業界用語かもしれないですね、同業他社というか競合他社と比べて、まあこれはレベルっていうんですかね、スタンダードなレベルにいると思います。 1.3 がいいな、まあ、女性狙いで 1.3 がたくさん出るんでしょうけど、販売比率が多いんでしょうけど、 1.3 がいいですね。まあこのシフトアップ感、これここに手元にこのSS って出るんですよね。これポンって押すと、このインパネの右側 SS って出ますけど、これでマニュアルにありますね。1速に落ちますが、こちら横浜みなとみらい、夏休みに入ってですね、学生お子さんたち横浜見物でしょうか。 3、4、5速、5速、6速まで上がっていきますけどね。まあつながり感的には自然体ですね。まあもっと静かでもいいかなっていう感じはしちゃうぐらい 1.3 がいいね。最近ね、ベンツの C クラスもそうですけどね、C200 が C300 よりすごくよく感じたり、排気量が小さい車の方がよく感じるバージョンがありますね。さあこれを M を戻して